皆さん、こんばんは。経営コンサルタントの長野です。今日も長野先生の仮想通貨投資教室を始めていきたいと思います !2023 年11月13日月曜日、仮想通貨草コイン長野研究会。 皆さんね、最近すごくね、朝なんか寒くなってしまいましてね、風邪ひいてる人も多いかもしれませんね。私もあの、布団にくるまってですね、あの、足の付け根から首根っこまでね、しっかりと布団の中入ってるんですけどもね、それでも寒くて寒くて、寒すぎて夜中何度も起きちゃうんですよね。 皆さんはいかがですかね。まあ、よく考えると、もう今年もあと1ヶ月しかなくて、もうクリスマスのね、プレゼントの準備とか、年末のね、あのー、年越しそばの準備とかね、しないといけないもんですから、大忙しなんですけどね、まあでも、めどくさいですね、お掃除したりね、年賀状を書いたりするのは。 本当に大変だと思います。僕はもう若い頃からね、年賀状は電子メールとかね、フェイスブックで済ますようにしてしまったですね。<laughs> もう書いてません。書いてないから寂しいですね。何も届かないからね。<laughs> はい。さあ、ところでね、今日はね、相通貨について、 大変なことをお伝えしなければなりません。もうすでにね、知っていてですね、対応を済まされている方も多いと思いますけれども、いやいや、違うよと。知らなかったよ、全くっていう人もね、多いと思うんですよね。<laughs> まあ、それでですね、どうしようかと。 ちょっととね、お伝えしないといけないもんですからね、これは。あの、急いでですね、資料を作ってですね、これから言うことをですね、<laughs> <laughs> 皆さん、一刻も早くですね、行わないとですね、大切な資産がですね、まあ、失われてしまうということになります。<laughs> それは何かと言いますとですね、ここに書かれている通り、まり、仮想通貨の大手取引所、バイナンスですね。 バイランスは今までですね、海外の取引所ということで、あの私たち仮想,通貨取引仮想通貨取引をする人の中ではね、海外の取引所ということで人気があったんですけども、そういうまあ海外の取引所という認識だったんですけどもね。 あのー、今はね、日本に進出してるんですよね。そして、なんと、バイナンスジャパンというホームページがありましてね、もうすでに日本で取引開始してます。今年のね、8月1日からね、開始してましてですね、金融庁の指導に基づいてですね、まあ、わずか32個ぐらいの、あの、まあ、もっと少ないですよね、今はね、あの、 草コインしか取引できないようにないにってまもともとね、日本の金融庁がすごい厳しいのでね、草コインの取引に規制をかけてるんですよね。で、まあ、あの、もともとのグローバルのバイナスっていうのは400、400種類ぐらいの草コインの取引やってますから、じゃあどうするのってことですね、その怪しい、怪し,怪しいですね、300種数十個の草コインどうするのって話なんですよね。 それで、あの、まあ、これね、本日の題目なんですけども、まあ、11月20日までに来て、ね、おいおい入って、今日がまあ11月13日月曜日ですから、来週の月曜日ですね、あと7日間までにですね、まあ、1週間後までに個人情報の登録と、行わないといい。 なんだこれって話なんですけどもこれですねえやらないと税金反省するとまあどういうことかというとですねまあ今までのバイナンスをグローバルバイナンスと呼んでくださいでこれからは日本人はグローバルバイナンスっていうのは今これからもあるんですけど 日本人はバイナンスジャパンしかもう取引できないことになります。日本語のね、あの日本にあるバイナンスジャパンっていう会社としか取引できないし、口座も開設できません。グローバルバイナンスは、えー、外国人しか取引できなくなりました。で、こう400種類上場してる、約ね。で、 来年の1月1日以降はですね、グローバルジャパンに完全に移行日本人は完全にですね、口座が移行移管されちゃうんですよねで。グローバルバイナンスの方の口座はですね、まあ、あの残ってるんだけど出金しかできないと。出金しかできないと。で、完全にバイナンスジャパンの方へ送んなくちゃいけないと。 でもこれ自動に送金されるわけじゃなくて、自分で送金しなくちゃいけないと。いうことになってます。で、まあ、わずか34種類ぐらいね、頂上がありますけれども。じゃあ、この差し引き364種類の草コインはどうなっちゃうのかというとですね、今持ってるよと、グローバルジャパンの方でね、例えばカルダの絵だとかね、あのー、同時コインとかね、 あとは、まあ、ほとんど臭っこいんじゃないですか。バイナンスっていうのはね。日本の取引所が持って、でもね、バイナンスジャパンで取引しないのもいっぱいあるだろうしね。例えば、カルタネイダとかね。まあ、ちょっとわかんないですよね。まだ、バイナンスジャパンが1月1日までにどれだけ用意するかっていうのがまだわかってないと。いう中で、 どうするのってことなんですよね。だからほとんどまあ、メジャーなもの以外、例えばビットコイン、イーサリアム、リップル以外ぐらいかな。あのー、移管してくださいよと、他の取引所にね。それかもう日本の取引所に早くどっか送っちゃってくださいということなんですよね。で、<laughs> まあほとんどね、こ364種類の草コインっていうのは、日本の国内の取引所でも取り扱ってないでしょうから、ほとんど、ね、取り扱ってないですから、<laughs> 海外のね、コインベースとかね、クーコインとかに、えー、口座を作って、早急に送金しておいてくださいということなんですよね。で、12月1日、22時以降ですね、 えー、夜の10時以降、勝手にビットコインに変換されてしまうと。いうことで、まあ、グローバルバイランスの方でね。あのー、まあ、だから、す、べてビットコインに変換されちゃうから、イーサリアムとかね、まあ、全部ですよね。ビットコイン以外は全部、ビットコイン以外は全部、ビットコイン。まあ、あとは、その34種類。 34種類なのかまだ分かってないみたいですけれども、まあこれの34種類以外は全部ビットコインに変換されてしまうと。分かんないですけどね、ビットコイン以外は全部ビットコインに変換されてしまうかもしれないですね。ちょっと分かんないんで、あのー、ここら辺は気をつけてください。<laughs> で <coughs>、まあね、あのー、没収されるわけじゃないから、 ビットコインに変換されてもね、またビットコインからまた買えばいいやって思ってる人がいるかもしれないけれども、これは大きいんですよね。なぜかというと、年内に変換されてしまったコイン。まあ、例えば、ビットコインが日本円に変換されたとかね、リップルがビットコインに変換されたとか、 同時コインが体の値段に変換されたとか、とにかくあのコインがコインに変換された場合 <laughs> とか、まあ、コインが紙幣に変換された場合には税金が発生するんですよね、その時点で、ね、日本の税,税務処理としては。 これはご存知の人多いと思います。ですから来年の3月16日までに、あの、これ国内口座も海外口座も同じですからね、必ず所得税を支払わなければならないんですよ。で、ビットコインにですね、2000万、3000万置いてる人は結構いると思うんですよね。まあ、それが育ってですね、2億、5億、10億になってる人多いと思うんですよ。で、それをね、まあ、例えば5億円の、 5億円がビットコインに返還されるとですね、まあ55%の税金、所得税発生しますから、ね、4000万以上は、ね、必ず55%ですから、まあ2億、まあ2億円以上取られちゃいますよね、2億、きついですね、2億5000万、うえっ !2 億5000万とか取られてしまいますよね。 でこれ、現金で納めないといけないので、あの、これ、税務署ね、税務署全部見張ってますから、これ、今回のバイナンスの件はね、大きい、大取り物になりますから、<laughs> やってもやらなくても、税金は発生しますからね、知らん顔してても、勝手にビットコイン変換されますから、で、知らない、知らないって言って、うちに逮捕されちゃうんでね。<laughs> 税金の場合は、あの、知らないが許されないんですよね。はい。で、あの、まあ、今までのやつをグローバルバイナンスって言ってんって、www.binance.com でしょバイナンスジャパンってのもあるんですよね。www.binance.com の JA ジ、ジャパンの JA ですね。<laughs> で、 Google で、バイナンスジャパン。まあ、あるんですね、バイナンスジャパンってね。バイナンストコム j a ですね。違いますね、これね。うーん。まだないですかね。まだない感じですね。 これ、グローバル <coughs> す、グローバルバイナンスの日本語版ですね、これね。はい。グローバルバイナンスの日本語版です。それで、バイナンスの商品とサービスにアクセスするための認証完了しますと。<laughs> <laughs> 何言ってんですかってことで。ここですね、グローバルコードご利用のお客様。<coughs> まあ8月15日に案内が出てるんですけども、まあ、最近なんですよね、これね。で、グローバル講座をご利用のお客様を対象としたトリックプラットフォームへの移行申し込み受付開始のご案内ということで、まあ、グローバルバイナンス、まあ、今までのバイナンスですよね。海,海外講座バイナンスを使ってた人は、ね、え移行してくださいと。 で国内居住者向け専用の新たな取引プラットフォーム、えー、日本人の新たな取引プラットフォームにつきましては、グローバルのバイナンス口座をお持ちのお客様を対象とした以降のお申し込みを受け付けしましたので、お知らせしますと、えー、今年し2023年12月以降、国内向けプラットフォームへ移行し、 引き続きサービスをご利用いただくため、本人確認のお手続きを12月,日11月20日までに完了していただけます。します。うん。まあ、これは、あの、こういうグローバルですね。グローバルバイナンス。でもグローバルバイナンスしかまだないですね。バイナンスジャパンはまだないですね。で、まあ、ここ,こ,こね、<laughs> 僕もあの個人認証登録してないんで、まだね。まだ、まあ、こう何も入ってないところですから。まあ、先般ご案内申し上げました通り、現在お使いのグローバルの取引プラットフォームは2023年11月30日をもってサービス提供終了いたしますと。まあ日本人 に対しては終了しますということですね。移行手続きのための本人確認が完了されていない場合、現在お使いのグローバル取引プラットフォームにおいて12月以降は暗号資産現物の取引を引き出しを除く全ての機能に制限がありますで。引き出ししかできないってことですね。また新プラットフォームで対応予定の通貨以外は 現在案内するスケジュールに従い、ビットコインに強制的に変換が実施されるのでご、ご了承ください。だから30、34。34ですね。三十あ、ここに書いてありますね。まあ、現物は、ビットコイン、イーサリアム、BNB、え、あ、カルダネードありますね。アルゴ、STM。まあ、ここ、こんだけですね。 32種類ですね。販売は34だけど、取引は32なんで、32ですね、これね。はい、32です。間違わないようにしてくださいね、これ。32ですね。だから、こっち、どっち見るのって言ったら、こっちですね。こっち見てくださいね。うん。 はい。はい。じゃあ、32種類どれですかって言ったら、もうちろん言いますけども、こっちの方ね、現物取引、取引所の方ですね。こっからここまでですね。サンド。うん。iOST Link。人工ン,コインあ、道路あるね。 ドわかなまあ、この辺はそのままにしておいていいよということですね。このほか、グローバルの取引プラットフォームの言語設定において、現在、日本居住のお客様に対して、規制上の理由から英語のみの提供しておりますので、設定変更しないお願いしますと、ウェブサイトの言語設定に日本語、または うん。えううん、うん、うん設定を変更されないように注意してくださいと。 ああ、だから、まあ僕が間違えましたけど、N とか JA とかありましたけど、これもうなくして、バイナンス .com で見てくださいと。JA っていうのもやめてくださいと。向こうでさ、日本語ってあるけど、使わないでくれとえ。英語でやってくれってことですね。 ええそうそでしょ ?UA か。イングリッシュジャパン。イングリッシュジャパンでやってくれと。 ええー。でベリ、ベリファイは認証ですね。個人認証。で、ゲットベリファイって言って、まあ、ここら辺はね、ちょっとまた後で詳しくやりますけども、あとはね、Google の機能で、ね、日本語にさ翻訳ってあるんですよ。はい、Google ね、ブラウザの機能として、まあ、これ使ってください。こっちは大丈夫だから。はいはい。<laughs> はい、ということで、8月15日。まあ、ほとんどの人はね、現物取引しかやってないと思いますけどね。先物とか、ローンチパッドとかいろいろありますけども、これをね、やったわけないと思いますけど、どうでしょうか。うん。 細かいですね、ここね。はい。ま、ああの、11月2日に出てるやつですね、これね。まあ、つい1週間ぐらい、まあ、10日ぐらいまでに出たやつなんですけども、まあ、10日前はしょうがないよね。先般ご案内申し上げました通り、バイナンスジャパンでは、 日本国内の法令遵守のもと、国内居住者向け専用の新たな取引プラットフォームを開設いたしました。これに、<laughs> これに伴い、現在ご利用いただいているグローバルの取引プラットフォームは、2023年11月30日までに日本居住向けのサービス提供を段階的に申いたします。えぇ、ー、<laughs> 今月中ですよね。 マイナンスジャパンの移行のための本人格の手続きを11月20日23時59分までにウェブサイトの手順に従って必要書類をご提出くださいと12月1日に 日本時間午前0時点で本人確認の完了が当社側で確認された場合、本通信に定める切り替え時点での取引プラットフォームへの移行が可能となりますとあ12月1日に、あのー、日本のプラットフォームが表示されるんだねなお本人確認を完了されたわけです <laughs> ついては12月1日朝の10時からああ,あ自動で自動で切り替わるんですね夜間バッチ処理でねうん切り替えのタイミングは <laughs> お客さんお客さんによって切り替わるとああいうああいう順だと 12月1日、いいし丸1日は、まあ、取引とか入出庫とかは控えてくださいとうん、いうことですね。もうごちゃごちゃになっちゃうからね。<laughs> うん もしも当日までにご本人確認が無料のか、本人確認していない場合は恐れ入りますが、現在ご利用いただいているグローバルの取引プラットフォームは制限がかかり、お引き出しのみかとなりますと、この場合、お客様の資産は、本連邦で初期定が定める各種利用者を規定によって保護されないことになりますと。 はなくなっちゃっても、保証しないよってことです。だからなくなっちゃうかもしれない。なくなっちゃっても、弁償しませんとなくなっちゃうこともあるよ非常 <coughs> に厳しいですね。移管完了後、バイナスジャパンにおける取り扱い通過。 まあ32種類って考えた方がいいですね、これね。うーん。および、およびサービスのみがあご利用となりますと。まあ、それ以外の通貨およびサービスのご利用を継続すればできませんと。まあ、だから先物とか、まあ、無理かもしれないね。ローンチパッドとかいろいろ NFT とかね。 これには、例えば、非許可資産、バイナンスジャパンにおいて取り扱いのない暗号資産をび電子決済しておきます。えー、いい同様と、の閲覧に出向、売買などの限りがあります。したがって、これらの、うん、非許可資産におきまして記事までに、お客様において、手島い生産、出向などをあらかじめ管理しといてくださいと。まあ、手島いっていうのは、ビットコインに変えちゃうってことですね。 ま、出庫っていうのは他の、まあ、クーコインとかね、ビット、ビットを、まあ、他の海外、海外口座へ送金するってことですね。うん、バイナスジャパンにおける多様通貨サービス以外においては、期日を過ぎた場合、下記のスキジョに乗っ取り、自動的に強制終了となります、ね。ずいぶん寂しいですね、これね。まあ、スバルみたいですね、もう。 うん、目を閉じて何も見えず。まるで星々が破壊された感じですね。さすがのバイナンスもね、もう年、ようやく5年間で、日本の金融庁に、っぱみじんに破壊されたって感じですね、これ。うん。これですね。 さっきのこれですね、だからね。うん。まあ、これ、ちょっと、英語が苦手な人は無理かもしれないね、これね。うん。パソコンが苦手な人は無理かもしれないね。個人のお客様は、 2023年11月20日月曜日、23時59分までにウェブサイトの手続きに、質疑、書類、<laughs> 必要書類をご提出くださいと。法人口座持ってる人いるのかなグローバルバイランスはね。ああ、そしたら担当、担当、 との、まあ、バイナス、グローバルバイナンスの人にメールで伝えればいいだけか。うん。ゲームスポット、ト引ク、グリッドス、スワップ、リバランシング、マージン、トリキー、OTC、PI2PI、API、バイナンスローン、VIP ローン、アンケアってんだろうね。 はい。ということでですね、ちょっと長くなりましたけれども、12月1日、22時以降を買ってみると、こ十二時以降かこれちょっと待ってね。 まあかなり厳しいですね、これね。いいのかなもうちょっと下がらないといけないですね、これね。バイランスに入れたままほったかしてる人いるんじゃないかなこれか。ちょっとわかんないですよね。はい。一番大きいのは、ほら、バイランスに、バイランスからしてみればさ、税金なんて関係ないからさ。 あ日本の税務処理がね、どうなってるのか知らないからさ、まあ、あの、税金が発生しますので注意してくださいと言えない、言えないだろうけれどもね。あ日本人からしてみると一番大きいのは勝手にビットコインに変換されちゃうことですよね。34名柄の中に入ってればいいんだけどね。そうすると、まあ、32名柄からそうすれば、まあ、ビットコインに変換されないですけどね。まあ、とんでもない変なの、変なの持っててね。 それがまあ5億円、10億円あってさ、いつの間にかビットコインに返還されてて、まあそう,いうそういうのこそ見てるからね。国税っていうのはね。こいつ持ってんだろうって。まあバイナンス、グローバルバイナンスから全部、顧客名簿は全部ね、顧客名簿と資産名簿は全部、欧州済みだから、だからやるんですよね。うん。この時期にね、しかもね。 来年、また、地祭りになりますね。三四4月ね。まあ、実際には、来年の年末ぐらいかな。少し泳がせてからね。いい姿勢対応になっちゃうんですよね。気をつけていただければと思います。それで、まあ、あの、ちょっとね、できない人がいるかもしれないので、あ私も協力しますのでね。あの、 もしできない人がいればですね、あの、電話していただければ。まあ、ちょっとねあの、僕も母親の24時間会話やってるんでね、ちょっとどう,どうするかわかんないですけど、東京とかで千葉、埼玉ぐらいのお住まいの方であれば、車で行きますからね。電車とか車で行きますから。あの、まあ、これちょっと、 時間ないですけどね。まあ時間ないから誰かにやってもらわなくちゃなってあるかもしれないね。<laughs> 私の携帯番号はこれだし、LINE だったらこれで登録すれば LINE で電話できますから。無料ですよ、こっちはね。<laughs> まああとは、あのー、 ですね、あのー、個人情報登録のやり方をね、あのその動画作りますから、まあ、それでチャレンジしてみて、ダメだったらですね、やります。それで、ちょっと遠いところでしたら、リモートログインでね、リモートログインでやります。はい、Windows のリモートアクセス使うか、まあ、簡単ですよね。リモートログインでやれば、 必ずできますからね。はい。では、やりたいと思います。皆さんはね。あのー、すぐバイナンスに100万円にしたよな、とかね。バイナンスに入れしたのがいくらになったのかな、と。もう5000万になってるっつったらね。まあちょっといろいろ操作しないとね、税金問題が発生するんで、えー、気をつけていただきたいと思います。それでは、千葉県松戸市。 よりトム・クルーズがお伝えいたしました。うん、どうもありがとうございました。失礼します。